さあ今回はバージョン 2.3 にて実装される新要素によって強化されるキャラクターについてまとめていこうかなと思います。まあね、バージョン 2.3 でね、強化されるキャラクター数多く存在していますので、この動画を振り返っていきつつも、まあ、このキャラクターね、めちゃめちゃ注目だよっていうキャラクターについて徹底解説を行っていこうかなと思いますので、最後まで動画見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。早速やっていきましょう。まず1個目、まあ、新生物の登場によって強化されるキャラクターですね。まず1個目いきましょう。こちら2セット効果が防御力 30% アップ、4セット効果は長い間で割愛させていただくんですけど、まあ簡単に言えば岩元素キャラクター強化となっておりますね。この生物の登場によって強化されるのは、まずは防御力依存で攻撃力が上がるようなキャラクター、まあノエルとかアルベとここら辺かな。まあ新たに2セット効果防御力 30% アップっていうのがついたので、今までね星の生物をね装備してる場合も多かったので、まあ星5生物によってねサブステのねそもそも基礎値っていうのが上がるので、まあ強化される要因にもなってきますよと。でこの生物の4セット効果ですね、まあ簡単にもね岩元素を継続的にね与えることができるキャラクターが優秀だよっていった形になっているんですけど、まあ、この2セット効果も加味しないとね4セット効果発動することができませんので、それも加味していくと、まあアルベドがめちゃくちゃに強化されますね。本当にアルベドモチーフの生物と言っていいぐらいですので、あとはね攻撃するね新キャラクターであるゴローによってもねめちゃめちゃ強化されるので、バージョン 2.3 はアルベドの年と言っても過言ではないぐらいの強化幅を受けるのかなと。でね、この生物ね見てもらったら分かると思うんですけど、ノエルはどうなんだっていう話にもなると思うんですけど、ノエルってね元素爆発の発動中しか岩元素を継続的に与えることってちょっと難しいなと思っていますので、2セット効果の運用だったら全然いいかなと思うんですけど、この生物4セットつけるかどうかっていうのは、まあ、実装されてからの使用感によって変わってくるのかなといった印象はありますね。あとは2セット効果は無視してしまうんですけど、岩元素を継続的に与えることができるキャラクターで、まあ、勝利手段なんかもね強化される要因なのかなと思っていますね。そして新たキット、まあ、新たキット自身も、生放送の翻訳情報にて防御力依存で火力が伸びたりとか、あとは元素爆発がいわゆる自己強化系、まあ三五宮囲みとか雷電将軍かな、最近で言うと系のね、元素爆発となっているので、新たキットも非常に優秀かなと。あとはゴローちゃんもね、おそらく、設置型の元素スキルを持っていますので、まあ、この生物の適正値も上がってくるのかなと思いますので、主に紹介したここら辺のキャラクターが要注目なのかなと思います。次に、新しい生物2個目ですね、海染めシリーズ見ていきましょう。まあ、これ簡単に言うとヒーラーキャラクター強化ですね。2セット効果によって与える治療効果 15% アップ、4セット効果によって、まあ、簡単に言えば一定時間内によってパーティー全体に回復者量に応じてダメージを与えるよといった感じですね。これ4セット効果ね、よく読んでもらったら分かると思うんですけど、単体回復が強いキャラクターというよりかはパーティー全体回復キャラクターのが強い傾向にあるんですよね。例を挙げると、単体の1体のキャラクター 5000HP 回復するキャラよりもパーティー全員4人を2000ずつ回復するキャラクターの方がこの生物効果は発揮しやすいのかなと思いますね。まあ、それを度外視してもヒーラーキャラクター、主には三五宮ココミ、ナナちゃん、バーバラ、ここら辺のキャラクターは軒並み強化されるとともに、まあ、この生物一番相性いいのはまあ三五宮ココミですよね。まあ生物のねモチーフにもなっていると思うんですけど、三五宮の評価ねまた上がりそうだなっていった印象はありますね。バージョン 2.3 に新しい新マップボスで、まあ、新色効果を持っている、ね、敵も出てきて、多分おそらくね今後新強羅星の敵だったりとか、あとはそれこそ終ボスかなんかでもね、新色効果を持ってくるような敵もね増えてくるってことはね容易に想像できると思うんですけど、その他はやっぱりヒーラーキャラクターっていうのはねパーティー編成で必須になってきますので、まあ、この生物は今のうちに厳選しておきましょうよといった感じ。まあ、三本の宮囲みの元素爆発発動時の火力もね2セット効果によって伸びることですし、あと4セット効果のね効果発動にもね非常にね楽にできますので、三五宮囲みがバージョン 2.3 で非常に注目かなと。次に新キャラクターゴローの登場によって強化されるキャラクターですね。まあ、ゴローはね先ほども言ったんですけど、中国のね生放送の翻訳情報にて、まあ、岩元素のキャラクターの数に応じて、まあ、パーティー全体の、ね、防御力を上げたりとか岩元素爆破をかけたりっていったね効果を持っているんですけど、この効果によってまず岩元素キャラクター全員強化されましたね。今までって岩元素っていうとね、まあ、元素反応の邪魔をしてしまったりとか、あとは2セット効果、ね、が、ね、非常に優秀だったんですけど、
まあね、4人パーティー染めするっていうのがそこまで強くなかったので、まあ、僕が覚えてる限りだと、炎元素2体、岩元素2体にして攻撃力アップと余ダメージアップをね盛ることによってパーティー全体の火力の安定感を図ろうよっていったパーティー編成が多かったんですけど、この五郎の元素スキルの効果によって、まあ、岩キャラクターをパーティー全体に、ね、4人染めることが重要になってきますので、まあ、岩キャラクター全員強化と言えますし、防御力アップ と、ダメージバフを持っていますので、アルベロノエル、あとは新キャラクターアラタキット、この3人のアタッカーが、ね、非常に評価される要因なのかなと思いますね。その中でもノエル、アラタキ、まあ、アラタキはねちょっと評価上がるっていった点はおかしいかなと思うんですけど、ノエルがね評価上がるかなと思っていますので、ノエルの方はね非常に歓喜なのかなと。あとはこのゴローのスキルの効果によって岩元素のキャラクターが相対的に評価上がってくるので、まあ、逆に言えばねゴローを持ってないと、まあ、岩キャラ染めっていうねパーティー編成わざわざ行う必要がなくなってくるっていうぐらい、今後ねの環境においてゴローというキャラクターはむちゃくちゃ大事な立ち位置になってきますので、バージョン 2.3 ね後半のガチャ新たキットとともにねピックアップされるゴロですが、ぜひ一体は絶対に引いてほしいキャラクターとなっておりますので、まあ、原石に余裕がある方ね、まあねアルベド・エウルワっていうね人気キャラクター2体が復刻されるので難しいと思うんですけど、まあ、ゴローだけはね1体確保しておいてください。というわけで今回はバージョン 2.3 の新要素にて強化されるキャラクターについてまとめていきました。まあね今後も、ね、出てくるね生物とかね新キャラによっても評価どんどん変わってくるっていうね原神素晴らしいゲームになっていますので、まあ、皆さん楽しんでいきましょう。最後にこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。